一本のバナナにはカリウム40の形で天然起源放射性物質が含まれる。バナナ投下線量は放射線被曝量を表す非公式な指標。バナナには天然放射性同位体、特に天然に存在するカリウムの同位体の一つであるカリウム40が含まれている。バナナ投下線量はバナナを一本食べた時に受ける線量を表すもので、 およそ0.1マイクロシーベルトに相当するとされる。しかし、実際には、代謝によって、体内のカリウム40の量は平行に保たれるため、バナナを食べることによって、被爆線量が増加することはない。バナナ投下線量は、非常に低レベルの放射能が、自然食品中に存在することを一般公衆に知らせることのみを目的としており、 線量測定に正式に採用されているわけではない。この概念の起源は定かではないが、初期の言及の一つとして、1995年のラドセフ原子力安全メーリングリストにおいて、ローレンス・リバモア国立研究所のゲイリー・マンス・フィールドが、バナナ投下線量が一般講習に国定線量被曝につて説明しようとするときに、非常に有用であると分かったと述べている。 ここでは9.8218シーベルトつまり約0.1マイクロシーベルトを1 5 0ムのバナナに相当するとみなすことが提案された。放射線のリスクは専門的知識のない一般人には評価が難しいものだがバナナ投下線量に換算して表示することがリスクの程度を直感的なイメージとして伝えるのに役立つことがある。また、 ごく微量な放射線は日常生活のあらゆるところに存在しているということや、微量であれば全く害のない普通の物質であっても、大量に摂取すれば重大な健康リスクになりうるということを示す意味でも、バナナ投下線量は有用だとされる。バナナを接触することによって、カリウムによる被爆が増えることはないため、バナナ投下線量は、血管のある概念であるといくつかの情報源で、 指摘されている。体内のカリウムの量はホメオスタシスによってほぼ一定に保たれており、食物から吸収された過剰量と同等の量がすぐに排泄される。バナナを接触したことによる染料の増加が持続するのは腎臓によって体内のカリウム量が正常に戻されるまでのわずかな時間のみである。これに対して EPA の換算係数は純粋な 40K の 接種後に体内のカリウム同位体比が天然同位体比に戻るまでに要する時間に基づいており、生物学的半減期は EPA によると三十日とされている。通常人体には一キログラムあたり二点五グラムのカリウムが含まれている。人体が持つカリウムによる放射能は体重六十キログラムの成人男子で約四千ベクレルであり、これによる年間の内部被爆線量は 0.17ミリシーベルトとなる。ありがとうございます。